新三島を抑えることができるか。よしよしよしよっしゃ三島三島耐えた耐えたねはいはい耐えた耐えたで阪神耐えたでギリ耐えたで、DeNA ベイスターズ、巨人に今季初勝利おめでとうございますおめでとうございますそしてありがとうございますもう今回はもうガチでね DeNA ベイスターズ応援してましたからね僕ほんま、まあ阪神ファンね、皆さんそうやと思いますけども、耐えましたねよかったよかったねまあ試合なんですけども、阪神、まあ阪神ちゃうわ、DeNA ね、まあ巨人に先制されるんですけども、スクイーズで先制されるんですけども、宮崎選手の第7号、ツーランホームランで、逆転しまして、佐野選手のタイムリーヒットで、追加点、まあ5回やったかな、ワンアウト3塁で点入らんかった時とか、追加点取った後に、満塁まで行って点入らんかった時はもう阪神やないかと、それ今日の阪神やないかと思いましたけども、8回は、山崎康明投手、まあピンチありましたけども、三振ゲッツーで切り抜けて、9回も、いや9回怖い、やっぱ巨人怖いな、大城選手に、ソロホームラン打たれて、1点差、なおもワンアウト1塁2塁でウィーラー選手、まあ正直ね、あ逆転されると思ってしまいました。すいません、あの DeNA ファンの皆さん、すいませんけどね、三島投手が、ウィーラー選手を、ダブルプレーで抑えて、DeNA ベイスターズ、巨人に勝利。よかった。よかった。けどね、もう、怖いな。怖いわ。最後の粘り、ほんまに怖かった。ちょっと週末に、金土日と、阪神巨人戦甲子園でありますけども、このままやと、やられそうやな。やられそうやな。ま、けどね、ま、阪神ね、ま、確かに、今、調子悪いです。けど、前半ね、調子良かったのはみんな調子良かったし、今、調子悪いんは、みんな調子悪い。まあ、最近中野選手、サンズ選手、調子上げてきてますけども、ってことは、またね、調子上がるときは、全員ね、調子が上がるんじゃないかと、僕の予想なんですけども、まあ、もしね、まあ、そんなことあったら嫌ですけども、巨人にね、抜かれるかもわかんない。抜かれるかもわかんない。まあ、嫌ですよ、嫌ですよ。けど、またオリンピック期間、休みありますんで、また一旦ね、リセットして、また戦い直せますので、まあ、そんなにね、まあ、悲観することではないかと、まあ、思いますけども、けどね、やっぱりね、抜かれんのは嫌やな。抜かれんのは嫌やな。もし阪神に転落になったらね、もう巨人ファンの方たちが、コメント欄に来て、またいじってきますのでね。もうそれだけは避けたい。それだけは避けたい。ということで今日はちょっと動画2本になりまして、今回の動画ちょっと短いですけども、ちょっとね、DeNA ファンの方にね、ちょっと申し訳ないなと思いまして、さっきね、さっきの動画で、そろそろ、DeNA さん巨人に勝ってくれよとね、ちょっと言ってしまいましたので、ちゃんと勝ったっていうね、報告をしないとね、ちょっと申し訳ないなと思いましたので、動画あげました。ということで巨人今週末、金土日、巨人3連戦絶対負けへんからな絶対負けへんからな首位は譲らへんからなまあ、ヤクルト戦で、まあ、どうなってるかわかりませんけども、それまで首位で、キープして、巨人との直接対決制して、ゲーム差、引き離してやりますわ。ということで、はい、ちょっと今回何の動画かわかりませんけども、阪神なんとか首位をキープすることができましたはい、そういう動画でありました。はい、ちょっとね、顔が、元気になりました。ということで、ありがとうございました。はい。